皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、近頃、東京や大阪、名古屋などの大都市ではカエルやカタツムリ、コウモリみたいな小動物を見る機会がめっきり減ったと思わないか。確かにそうだわね。都心部では田んぼや畑がすっかりなくなっちゃったから、都会っ子の中にはカエルの鳴き声を聞いたことがないというちびっ子も多いんじゃないかしら。まさかカエルの子供がオタマジャクシだと知らない子供がいるんじゃないだろうな。小学校で習わない限りは実物を知らない子供もきっといるだろうね。あう、世の末なんだぜ。子供の教育のためにも、ど根性ガエル、を再放送した方がいいんじゃないのか。バカね、実物のカエルを見たことがない令和のちびっ子があんなアニメを見たら、カエルは黄色いものだと思い込んじゃうじゃないのよ。うっふ、確かにそうだな。本物のカエルも見たことがないちびっ子が、あれが本当のカエルだと思い込んだら大変なんだぜ。よし、じゃあ今回は、懐かしいテレビアニメ、ど根性ガエル、についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。ど根性ガエル、は昭和47年10月から昭和49年9月にかけて、103回、全206話が放送されたテレビアニメだったわね。原作漫画は、週刊少年ジャンプ、に昭和45年から昭和51年まで連載され、第2作として昭和56年9月から昭和57年3月にかけて、新、ど根性ガエル、のタイトルで30回、全60話が放送されたわね。今回は第1作のテレビアニメについて解説していくわね。ど根性ガエルは昭和40年代の第1作と昭和50年代の新ど根性ガエルと2種類あったんだな。すっかり忘れちゃっていたんだぜ。こんな大ヒットアニメの原作者なら随分と大儲けしただろうな。原作者の吉沢康美先生は漫画家デビュー作のど根性ガエルが大ヒットしアニメ化すると、コミックの印税やアニメ化の著作権料、関連グッズの売り上げなども含めて年収5000万から6000万円の時期が6年間も続いたそうだよ。昭和50年前後にそんな大金を稼いでいたのか。やっぱり漫画家というのは夢のある職業なんだぜ。23歳にして一戸建ての家を建てた吉沢康美先生だったけど、ど根性ガエル以後はヒット作に恵まれず、ど根性ガエルを超える作品を書かないといけないというプレッシャーもあって精神的にもかなり追い詰められていったそうだよ。人気漫画家でないとわからないプレッシャーもあるんだろうな。新ど根性ガエルの放映が終わった昭和57年の秋には13本の連載を抱えながらも失踪。大晦日までの3ヶ月間、麻雀やパチンコなどのギャンブルを繰り返す毎日を送り、ビルの屋上から飛び降りようともしたそうだよ。あう、13本もの連載をぶっちしちゃうなんて、漫画家としては終わりなんだぜ。多くの連載をこなすために抱えていたたくさんのアシスタントに退職金を払って事務所を解散した吉沢先生に、追い打ちをかけるように1000万円もの追徴課税も来たそうだよ。稼げなくなってから高収入時の税務調査が入るのは税金あるあるなんだぜ。それじゃあ吉沢先生はその後、漫画家らしい活動はあまりしていないわけだな。そうだね。生活の方はテレビドラマ、一つ屋根の下、の中で主人公を演じた江口洋介さんがピョン吉の T シャツを着ていたり、パチンコやパチスロ機、大砲薬品工業のソルマックの CM などでキャラクターに起用されたことなどから、随分安定したそうだよ。ど根性ガエル、ほどの名作アニメだと、こうやって放映終了後に登場キャラクターが使われることも多いんだな。ピョン吉は確か主人公のヒロシが転んだ拍子に、ヒロシの T シャツに貼り付いちゃうんだったよな。大体合っているけど、主人公のヒロシが着ていたのは T シャツじゃなくて、白い長袖のとっくりシャツだよ。うっふ、霊夢も相変わらず昭和だな。今時、とっくりシャツなんていう人は昭和認定されちゃうんだぜ。タートルネックボーイと言ってほしいんだぜ。ボーイは余計でしょ。主人公のヒロシの名前は原作の吉沢康美先生が指示していた漫画家の貝塚ヒロシ先生の名前が由来で、いたずら好きで慌てん坊の中学生のキャラクターだったわね。声は、銀河鉄道39の星野鉄郎や、ドラゴンボールシリーズの孫悟空を演じた野沢雅子さんが担当していたわね。子供のくせにあんな風にいつも大きなサングラスを頭にかけているのは、ヒロシかフィンガー5のアキラくらいのものなんだぜ。ピョン吉はもともとは普通のカエルだったんだろ。ヒロシのシャツに貼り付いたことで、人間の言葉まで喋れるようになっちゃったんだな。
倒れてきたヒロシに胸で潰されたのに、根性、でヒロシのシャツに張り付いて平面ガエル、として生きていくことになったのがピョン吉だったわね。性格はヒロシと同じように意地っ張りで大飯くらい、噛みつくのが得意で、ヒロシと一緒になって喧嘩をしたり、ヒロシを引っ張り回したりしていたわね。平面ガエル、って言葉を久しぶりに聞いたんだぜ。そういえば主題歌で平面ガエルのピョン吉様は、ケロケロケロとは泣かないで、根性、根性、ど根性、と歌っていたよな。そんなピョン吉が大の苦手なのがヘビだったわね。ピョン吉の声は昭和41年放映開始の魔法使いサリー、でカブを演じた千々松幸子さんが担当していたわね。ヒロシには可愛子ちゃんのガールフレンド、京子ちゃんがいたよな。ど根性ガエル、のヒロイン役が、みなしごハッチ、の栗陽子さんが声優を務めた京子ちゃんだったわね。この名前は原作の吉沢康美先生がファンだった、女優の吉沢京子さんから取ったそうだよ。どっちも吉沢だからややこしくて仕方がないんだぜ。吉沢京子さんといえば、森田健作さんがテレビドラマ、俺は男だ、の中で、吉川くん、といつも呼んでいた女優さんだな。ああ、雰囲気は似ているけど、それは早瀬久美さんだね。吉沢京子さんは、柔道一直線、でヒロインの三木っぺを演じた女優さんの方だよ。あう、昭和の女優さんはみんな一緒に見える時があるんだぜ。ヒロシの通う中学校にはゴリライモと呼ばれるガキ大将がいて、ヒロシとはいつも喧嘩友達のような関係だったわね。ゴリライモはいつも白地に1個、と書かれたシャツに学生服、ボロボロの学生帽に、下駄履きという、いかにも昭和40年代によくいたバンカラ学生みたいな風貌だったんだぜ。ゴリライモの声を担当したのは、はじめ人間ギャートルズ、のドテチンや、ヤッターマン、のトンズラーを演じた立壁和也さんで、そのゴリライモにはモグラというあだ名の子分がいたのよね。うっぷ、ゴリライモの声優さんはドテチンやトンズラーと同じ人だったんだな。どのキャラクターも似たような感じなんだぜ。モグラはデコボコの坊主頭にハート型のハゲが特徴なんだぜ。ゴリライモにモグラがいるように、ヒロシにはゴロウという弟分がいたわね。ゴロウはいつも学生帽を逆さにかぶり、学生カバンを引きずって歩いていたんだぜ。ヒロシのことを先輩と慕っていて、あっしでやんす、という話し方が特徴だったんだぜ。ゴロウの声は昭和のサザエさん、で長年カツオを演じた高橋和恵さんが担当していたわね。ど根性ガエル、の中でヒロシのガールフレンド、京子ちゃんと並ぶもう一人のヒロインが、ヒロシたちが通う中学校の若い女性教師、よしこ先生だったわね。後の、マイッチングマチコ先生、を思い出させるような色っぽい先生だったんだぜ。よしこ先生の声を担当した武藤玲子さんは、不思議なメルモ、のメルモちゃんを演じた声優さんなんだよ。そんなよしこ先生に一目惚れしたのが宝寿司で働く寿司職人の梅さんなんだぜ。幼い頃施設で育った梅さんは自称空手八段の腕っぷしで、鉢巻きと大きな顎がトレードマークだったわね。そんな梅さんの声がたきなのがヒロシの中学校の先生、南先生だったわね。南先生、教師生活25年が口癖のあの先生か。バカね、どうしてそんな年配の教師がよしこ先生に惚れるのよ。それは南先生じゃなくて町田先生の方よ。そうか、あの先生の名前は町田先生だったのか。よく教師生活25年っていうのを真似したもんだぜ。町田先生の声を担当したのはサザエさんの波平、宇宙戦艦ヤマトの佐渡酒造、徳川彦左衛門などを演じた永井一郎さん。よしこ先生に惚れる南先生は、明日のジョーの力石徹や宇宙戦艦ヤマトの島大輔を演じた中村秀夫さんが担当していたわね。永井一郎さんは年配の男性の役がよく似合うんだな。同じ宇宙戦艦ヤマトの中でキャラクターを演じ分けるなんてさすがなんだぜ。ところでよしこ先生と梅さん、南先生の三角関係って、最後はどっちに軍配が上がるんだっけ？原作漫画の終盤では梅さんと結ばれることを暗示して終わっているわね。安定した学校の教師より寿司屋の職人を選ぶあたりが昭和の漫画なんだぜ。久しぶりに懐かしい、ど根性ガエル、の話を聞いていたら、頭の中に、ぴょこん、ぺたん、ぴったんこ、という主題歌が流れてきたんだぜ。主題歌を歌っていたのは、お化けの九太郎、の主題歌を歌っていた石川進さん。エンディングに使われた、ど根性でやんす。ど根性ガエル音頭、ど根性ガエルマーチ、も石川進さんが歌っていたわね。
ど根性でやんす、は、おっと、このいい位置を、見せるでやんす、って歌だな。あう、懐かしすぎるんだぜ。ザマーカンカン、カッパの兵衛だ。っていう歌詞も面白かったよね。あれ、ど根性ガエル温度、には押しつぶされて、張り付いて、死んだその日が誕生日、という歌詞があったんだぜ。ということはカエルとしてのピョン吉は死んで、平面ガエルとして生まれ変わったということだったのか。カエルが人間に押しつぶされてシャツの中で生きるという発想は、吉沢康美先生ならではのユニークな発想だよね。そりゃあ放送から数十年経っても CM やパチンコ、パチスロに使われたり、テレビドラマとして実写化されるはずなんだぜ。でもいろんな形にリニューアルされても原作アニメを超えることはできないんだぜ。確かにそうかもしれないわね。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。